中野、コーナーキック、低いボール、石原スルーして流れたシュート決まった、同点。大井が詰めました。後半追いつきました。仙台今シーズン大井は2得点目、2対2の同点となりました。素晴らしいですね、低いボールスルーして大岩が決めました。いや流れが良くなってきて、まあ、その流れがね仙台の方に来てますね、はい、ここは平岡は、まあ、シュートは打てなかったんですが、その後ろから大岩が決めました。いやこのまずね石原がニアサイドで潰れてくれた、これがね